この項目では2009年シーズンの J リーグディビジョン1について述べる。2009年シーズンの J1 のクラブは以下の18クラブ。このうちサンフレッチェ広島モンテディオ山形が前、シーズンの J2 からの昇格クラブで山形は初の J1 昇格である。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。この間、 フィファワールドカップアジア最終予選のために中断。なお、鹿島、川崎、名古屋、G 大阪は AFC チャンピオンズリーグ2009と並行しての参加となる。このため、第10節の川崎 VSG 大阪、名古屋 VS 鹿島の2試合は7月1日に延期された。2連覇中の鹿島が、第3節から第19節にかけて17試合連続無敗を記録し、 折り返しとなる、第17節終了時点では2位浦和と勝ち点差8、3位新潟、4位川崎とは勝ち点差10をつけ、さらに第19節時点で2位との勝ち点差を12まで広げ独走状態となったが、もともとさほど熱くない選手層に、積年の疲労が加わり、第19節からの5試合を2勝1分2敗とした、あと、第24節から第28節にかけて5連敗を、 必死失速、周囲を明け渡す。この間に13試合無敗の清水が28節に、外国人ストライカーが好調を維持していた川崎が29節から31節に、かけて周囲に立ち、さらに前半戦は周囲に位置していた g 大阪、広島、FC 東京も台頭し、上位陣は混戦に発展した。最終盤になって、小笠原光男と中田孝治を、 ダブルボランチに末中盤を安定させた鹿島が復調。優勝争いは鹿島、川崎、G 大阪に絞られた。第32節に川崎が大分に敗れ、鹿島が首位に再浮上すると、第33節で G 大阪との大一番を制し、最終節にはアウェーで浦和を下して優勝を決め、J リーグ史上初となる3連覇を達成した。 AFC チャンピオンズリーグ2010出場権を獲得したのは鹿島、川崎、G 大阪であった。一方、若手タレントが揃い、前年のリーグ戦より J リーグカップ初優勝を果たし、九州に初のタイトルをもたらした大分は、全選手に年俸アップをしなければならず十分な補強ができなかったことに加え、開幕前にファンパシフィックチャンピオンシップ2009に、 出場したためフィジカルの強化ができなかったことの影響もあり、第4節から第17節まで引き分け制導入後の J リーグワースト記録となる14連敗を喫し、大差の再開に低迷。前年の躍進の功労者であったシャムスカを解任し、シーズン後半になって10試合連続無敗を記録したが、時すでに遅く、第30節の京都戦での引き分けをもって4試合を、 残して、初の降格が確定した。一方、前年最終節で、奇跡的な J1 残留を果たした千葉は、開幕から苦戦し、第19節にアレックス・ミラーを解任したものの、監督交代後に12戦連続未勝利を起死し、第30節で川崎に敗れ、3試合を残して、前身の小賀電機工業サッカー部時代も含め、創設十四年目にして、 初の二部降格が確定。最終的には大分にも抜かれ、再開となった。柏は第三十三節で大宮戦に引き分けて四年ぶり二度目の降格が確定。結果的に千葉県の j ワンクラブが二チームとも降格するという浮き目にあった。なお、再開の千葉が挙げた勝ち点十七は二千十八年シーズンに長崎が記録するまで最多の 最下位の勝ち点記録であった。昇格1年目の山形は岩田との開幕戦で6-2の大差で勝利。以後も堅実な守備とカウンターを武器に着実に勝ち点を積み重ね、最終順位は15位で残留を決めた。同じく J2 からの昇格チームである広島はシーズン終盤まで優勝争いに絡み4位でシーズンを終えた。さらに天皇杯で、 G 大阪が優勝したため繰り上がりで ACL 出場を決めた。ちなみに昇格1年目チームの降格がなかったのは2005年シーズン以来4年ぶりであるが2005年は参加クラブ数が2004年までの16から18に拡大したための措置に伴い自動降格そのものがなかったため2009年が事実上1ステージ制以降後初めて 昇格1年目チームの降格のないシーズンとなった。静岡市日本平スタジアムは命名権の締結によりアウトソーシングスタジアム日本平に変更した。最終更新は2009年12月5日の試合終了時出展 J リーグデータサイト順位の決定基準1勝ち点2特出点差3得点数1リーグ3位のガンバ大阪が 第89回転皇杯全日本サッカー選手権大会で優勝したためサンフレッチェ広島が繰り上げで AFC チャンピオンズリーグ2010への出場権を獲得。2009年12月5日出展 J リーグデータ日本人選手が得点王を獲得するのは2002年の高原直宏以来7年ぶり。ありがとうございます。